こんにちは、京都の語り部、世界を旅する YouTuber、キッシーでございます。今日は悲しいニュースというか、マウイ島に続きまして、カナリア諸島でも大火事ということでですね、大変悲しい気分です。カナリア諸島といえば大西洋のハワイと呼ばれて、沖合に寒流が流れてましてですね、ちょうど、サブトロピカルでもありながら、かつこの程よく、湿気がですねないという、そういう、島でございますね。このカナリア諸島というのは、私はなんで知ったかというと、大滝詠一さんのカナリア諸島にてという、今から40何年前の歌でありまして、いや、これですね、もうびっくりしましてですね、当時はですね、なんとハイカラな人ですと、なんちゅうな、大学の言葉ですね。素晴らしい。で、憧れたもんです。でも当時からですね、カナリア諸島のことを知ってらっしゃって、これを歌に取り込める。そしてそこで、その経験値とかですね、いろんな、知識、これに大変、憧れたものでございます。私はカナリア諸島に行ったことないので、この紹介する素材何もありません。したがって先日ですね、お邪魔したモロッコ料理のお店、京都にあります四条河原町、ちょっと下がったところ西側にございますが、そこのお料理をちょっと紹介して、モロッコは、モロッコという旧スペイン領ですけど、今では独立国、しかしモロッコの沖にありますが、カナリア諸島はスペイン領ということでございますね。そういうことでこれからちょっとだけご紹介しようと思います。それでは、8月10日このキッシーの YouTube の1周年記念日の夕食でございますけど、モロッコ料理、京都の河原町、仏光寺佐賀津のところでございますけどですね、オーセンティックモロッカンレストランということで、ラ・バラッカーというこういうレストランでございます。楽しみでございますね。ですね、私はスペインから、船で行きまして、タンジルという場所がございます。そこまで行ったことがあるんですけど、他の場所にはまだ行ったことないですね。そういう場所でございます。はい、楽しみでございます。仏光寺通りの、そこで出てまいりまして、ラム肉とチキンのバーベキューを、ラムが大変スパイシーで私の口に大変よく合います。